森徳明10月21日昭和16年3月1日は、日本の実業家、森コンツェルンの創設者、衆議院議員、千葉県出身、15位、訓4等、元衆議院議員、岩瀬良は弟、息子に、政治家の森赤月、森清森義秀、女性に、安西正夫、三木武夫、田中里氏がいる、森英介、安在高行、高橋清子、 松崎哲久は孫にあたる。少年時代からの実学で知識と技術を体得し、時に山間とも呼ばれる事業に対する嗅覚によって、科学工業の先達となった叩き上げの実業家であった。また何度となく輸入製品との競争に泣かされたことから、国産主義者でもあった。野口従う、相川義介などと共に、当時、在海新人三バガラスとして並び称されていた。 明治17年10月21日、千葉県いすみ郡森屋村の漁業、父、森溜吉、母、マントの長男として生まれる、森明、助という二人の弟と、姫、優、美幸、花野という四人の妹がいる。溜吉は、網元の傍ら海産物の加工仲買いや、雑貨の販売など幅広く、家業を営む一方、 学問に親しみ政治に関心を寄せる知識人でもあった。明治31年に高等小学校を卒業すると、徳明はため吉が新たに始めたカジメ焼き事業を手伝うことになる。これは海岸で採れる海藻のかじめを焼いて、そこから用土を製造するものである。徳明は中学への進学を志していたが、明治33年にマントが三軸で行ったために断念する。 翌年、勝浦の池平蘇生用土工場の見習い工となって技術を習得し、同じ年に稼働を始めたため吉の蘇生用土工場を任された。昼間はかじめの買い付け、夜はかじめ焼きと寝る間もないほど働き詰めた。明治37年日露戦争が始まると、用土の需要が高まり、一方で徳明は徴兵検査をつ主合格であったため、出生を免れ、 用土製造事業は順調に進展した。明治三十八年三月十三日に、相野村杉との合農、山口家から長女犬を妻に迎える。この時の仲人が、林家の安西直一だった。犬は、徳明の妹優が、千葉工場に通っていた時の友人であったが、犬はそのことを知らされずに婚礼に臨んでいた。明治四十年に生まれた長男の暁をはじめとして、水江、稔、 しげる、きよし、むつこ、びしゅう、ろくろう、みえこのろくなんさんじょうをもうけた。明治41年12月、総防水産株式会社を設立し、営業部長となる、日露戦争の戦費調達のため、用土の副産物の食塩が栓培制になった上、日露戦争による需要が収まったことで、政府は、用土業者の統制を目的に合併を推奨してきた。そこで徳明と、安在直一は、 この機に乗じて、千葉県内の用土業者を、半ば強引に大道団結させたのである。社長に、森田目吉、専務に、安西直一がついたが、実務は徳脇が取り仕切り後に常務となった。経営は順調で、第一次世界大戦による公共を受けて、大正6年には、資本金150万円、海外に製品を輸出するまでに成長したが、翌年大戦が終結すると、 半導不況で一点経営危機に陥り、翌年、東進電気株式会社に吸収合併される。東進電気株式会社への吸収合併は、鈴木三郎介との縁によるものである。鈴木はかつて、日本科学工業の専務として、用土事業に当たっており、同じ房総半島の立山に、用土工場を構えていたが、他にも事業を展開していた鈴木は、 徳明の求めに応じてこの工場を譲っていた。徳明が鈴木に合併を懇願したため、鈴木は重役たちの反対を押し切って、これに応じた。これは鈴木が徳明の経営手腕を認めていたことも、あるが、高橋多が総合水産の工場の価値を認めたことも大きかった。東新電機は、新州で水力発電を計画していたが、地元の有力者、 黒沢地下之助の協力が得られず難航していた。大正9年徳明は、千曲川発電所建設部長として現地に赴き、黒沢の説得に成功して1年後までに4つの発電所を完成させた。この発電所と送電線は、第二等身電気の資産とした上で、東京電灯と合併させ、これによって、等身電気は莫大な収益を上げることになる。 この時開発の見返りとして、公務に塩素酸・カリウム工場を設立し、原料の塩化カリウムを暴走の用土工場から運び、千く川発電所の電力で低コストのマッチ生産を実現した。この工場は、スウェーデン税によるダンピング構成によって1年と持たずに閉鎖することになったが、徳明にとっては電気化学工業に取り組むきっかけとなった。 ついで大正12年高瀬川発電所建設部長となり型事業にあたりこれを完成させる。昭和2年には専務取締役になったが責任者として阿賀野川可能性発電所の建設に当たった。続いて取り組んだ豊か実発電所の建設にあたっては、日立製作所に国産の発電機を作らせて実用に成功している。徳明が積極的に 電源開発を行った結果、東信電機の発電量が余るようになってしまった。そこで昭和3年に東信電機と東京電灯が共同出資で昭和肥料株式会社を設立し、流暗と石灰窒素を製造することになった。会長は東京電灯社長の若尾明八、社長は鈴木で、徳明は専務となった。 石灰窒素はすぐ安価に大量生産することができたが、当時最大手の電気化学工業が問屋に圧力をかけたため販売は芳しくなかった。たまたま夜行列車で知り合った全国購買組合連合会の千国京太郎と意気投合し、農村の購買組合に直接石灰窒素を下ろして値段を安くする契約を結んだ。一方、流案については、 特許契約の調査のため常務の高橋多もらが南満州鉄道のヨーロッパ派遣団に加わったが、その中にいた東京工業試験所の技師から実用化はされていないが、国産の特許があることを知らされた。徳明はそれまでの経験から国産主義者であったので、国産の特許、国産の機械で流案を製造するという高橋のアイデアを指示して、これを進め。 昭和6年3月29日に初の国産竜安の製造に成功した。折氏も長らく、徳明を信頼し引越してきた鈴木三郎介が他界した日であった。国産竜安も全国購買組合連合会を通して流通させた。森徳明徳明は自ら設立した森工業株式会社で、大正14年に、東新電機から清見と立山の工場を買い戻し、翌年設立した。 日本用土株式会社に移管する。日本用土は昭和7年に福島の広田工場を合図電力から買収して、ここで次々と化学薬品を製造し始める。さらに海軍の協力を得てカーリット爆薬の製造をはじめ原料となる火塩素酸アンモニウムをはじめとして金属類を次々に国産化していった。 過剰電力の消化と輸入品の国産化が特昭の2、大命題と言えるが、1トン生産するために2万キロワット時という膨大な電力を必要とするアルミニウムの国産化は、まさに特昭のためにある大事業だった。原料の貿易サイトは日本には算出しないため、昭和6年から代替として、伊那の味噌度、栃木のカヌイ窓、朝鮮の明番石を研究し、昭和8年3月に、 朝鮮半島南端の小江山を買収、横浜と大町に工場を着工した。決して順調とばかりは言えなかったものの、昭和9年1月12日、初の国産アルミニウムが生産された。この後3月に社名を日本電気工業株式会社に改めている。昭和9年1月、昭和工業株式会社を設立して、ニッケルの国産化に乗り出す。ニッケルもまた、 当時輸入に依存しており、かつ精錬に多量の電力を必要とする。その年の9月には、京都府大鉱山に、ニッケル鉱床を発見したが、有志元の移行から事業としては停滞してしまう。これは後に、日本加工により、合金として、日の目を見ることになる。大正13年千葉県第3区から、衆議院議員に立候補し当選する。正解を志しただ特別に野心はなく、 人笠大義士と直言するほどであった。その後も、声優会から参戦されるが、昭和7年の選挙では当選するも、辞典だった実定岩瀬助に議席を譲るために、これを辞退し、以後は事業に専念した。ところが、流暗やアルミニウムの生産での評価が高まり、次第に次々と公職に就くことが要請されるようになった。昭和11年にはカーバイド組合理事長。 石灰窒素肥料製造業組合理事、竜安肥料製造業組合理事長、昭和12年に始まった、肥料統制に基づき竜安販売会社社長、日本竜安会社社長、日本肥料株式会社理事長、軽金属の方では、アルミニウム工業組合理事長、軽金属製造事業委員会委員、帝国アルミニウム統制株式会社社長などである。 これら統制制度の役に就くにあたって昭和電工をはじめとする関連会社の役員の職を全て離れることになった。昭和14年、日本電気工業と昭和肥料を合併させて昭和電工株式会社を設立し社長に就任する。しかし、翌年8月、国策会社である日本肥料株式会社理事長に就任するにあたって辞任。 その秋に君四頭髄法章を授与される。年末には台湾へ視察に出かけたが、この時すでに体に変調をきたしており、血痰を出すことを度々であった。アクル症は16年1月15日、結婚式の賠償人を務めて帰宅したところで、か血し、28日から2月15日まで、聖路科国際病院に入院、3月1日に自宅にて死去。15位ついたまもの。 与都市後、森田目吉、森徳明、森明、万と、成田伊蔵、柴田さなえ、安西正夫、安西高行、三江、正田秀三郎恵美子、森清、上皇郷道子、森義秀、森英介明人上皇、三木六子、高橋清子、三木武夫、三木立、高橋渡る、三重子、岩瀬良、松崎哲久、松崎正尾美、ありがとうございます。